おい、おい、俺の声が聞こえるか？ようやく繋がった。とにかくもう時間がない。今からお前の頭の中に直接イメージを送る。しっかり意識を集中してくれ。世界の命運をかけた最後の決戦が始まる。ここまで来い。異界滅神ジャゴノバを倒すために。そこで俺たちは覚めたのね。大魔王様、こちらは大魔王様のお部屋でございます。玉座の間で意識を失った後、こちらへお運びし、皆様には急ぎお越しいただいたのです。あなたが倒れたと連絡を受けて、マリー様と一緒に駆けつけたのよ。とにかく無事でよかった。どうした？ほうけた顔をして。何か体に異常でもあったか？世界は音もなく滅びへと向かっている。闇の根源の悪しき手によってジャゴヌバは魔性を結集させ、滅びの槍を放ち、光の川を貫いて魔界もろともアストルティアを滅ぼさんとしている。何としても阻止せねばならぬ。急ぐのだ。でもどうしてあなただけにユシカの声が聞こえて、そんな光景が見えたのかしら。お前さん、ユシカと血の契約を交わした覚えはあるかい？なるほど、やはりね。そういうことなら納得がいく。あれは古の魔族に伝わる禁断の呪術。契約が成立すれば互いの生命力を高め合うが、失敗すると術の反動で命を落としかねない。昔々、赤毛の小僧が片目を失って苦しむ親友を助けたいと願って魔界中を駆けずり回り、術を習得したようだね。だがそうして挑んだ契約は失敗し、二人して生死の境をさまよったのさ。その時は私が助けてやったんだが、お前さんとの血の契約は成功したんだね。契約を交わした者同士は時として血を介し意志を交わせると聞いたことがある。ユシカはそれを覚えていたから、わざと連れ去られ、誰にもつかめなかったジャゴ沼の居所を伝えたんだろう。
大魔王のために命の危険も顧みず、闇の根源のもとに飛び込むなんて。ユシカ、君ってやつは本当に。だが、ジャゴ沼の居所は魔性の海を越えた先なのだろう。どうやってそこへ向かうのだ。お取り込み中失礼いたします。大魔王様、ドクタームードの。医務室にて例の人間が目を覚ましました。未だ体調は優れぬようですが、問題なく言葉を交わせるかと。大魔王、もう起き上がってよいのか。どんな影響が残っておるかもわからん。決して無理をしてはいかんぞ。じゃが、大切な身内が目覚めたとなれば止めても無駄じゃな。仕方がない、わしがついておる。みんなで医務室へ向かうぞ。兄ちゃん、心配かけてごめんね。まだ思うようには動けないけど、おかげでだいぶ良くなったよ。アンルシア姫、ナドラガンド以来だね。まあ宣教としてならジャゴヌバ神殿でも会っているけど。久しぶりね。あなたが魔宣教の正体だったなんて。だから邪神からかばってくれたのね。おかげで魔性の本流に落とされて危うく命を落としかけたけどね。魔性は魔界の地下水脈に沿って流れてて、気がついたらザハディガル岩峰の水辺に流れ着いていたんだよ。魔宣教の衣装が魔性から守ってくれたのさ。あとは知っての通り、リドのタリスマンを持ち出してザードの祭壇へ向かったけど、そこで魔性魂に襲われてしまったんだ。魔王ユシカには悪いことをしたね。オイラたちを守るためにジャゴヌバに連れ去られてしまうなんて。あ、兄ちゃんが見たその光景は間違いない。ユシカは魔性の海を越えた先にある滅星の邪縁にいるんだ。滅星の邪縁ね。え、ゴダ神殿の地下にあったジャゴヌバ神殿とは違う場所のようだね。あそこはジャゴヌバが封印されていた場所。滅星の邪縁こそ闇の根源がこの世界に現れた場所なんだ。オイラ、どうにかそこへ行こうと思ってザードの祭壇に向かったんだよ。先代の魔宣教はオイラにこんなことを語って聞かせてくれた。異界滅神ジャゴヌバが封印され、魔界がアストルティアから切り離された後、残された者たちは魔族や魔物になった。しかし魔性によって特異な能力を得た彼らも、濃厚な魔性が持つ強烈に変質を促す力には肉体が耐えきれず、多くの犠牲が出たのだ。封印から漏れ出す濃厚な魔性への対策は魔界の急務だったが、それを成し得たのは初めて魔界を統一したゴダという魔族だった。ゴダはジャゴヌバ神殿を巨大な岩塊で覆い、自らの子ジャディンにその監視を任せると、
魔族を率いてアストルティアに出征した。それは魔族たちの抱く恨みと怨念がジャゴヌバを刺激して魔性を発生させることを防ぐという狙いがあってのことだった。この出征により当時の魔界の魔性は減少し、ゴダ自身はアストルティアで討ち死にしたが、その意志は我ジャディンに引き継がれた。これが大魔王、そして魔戦教と呼ばれるものの始まりである。我は父ゴダのような偉大な統率力は持たなかったが、魔族の中から有力なものを選び大魔王となすことで魔界の秩序を守っていた。そうしたものの中からバルザードが現れた。彼は対症療法的なゴダの戦略を一歩進めてジャゴヌバへの対抗策を模索した人物だった。ジャゴヌバ神殿の真下に存在する大空洞、そこに満ちる濃密な魔性の海の中にこそ闇の根源に迫る秘密があると彼は睨んだ。そこでバルザードは我と協力して海の魔獣を作り出した。それは魔性の海をも突破できる唯一の生物だった。しかし魔獣が十分に成長するには膨大な時間が必要であり、バルザードもその完成を見ることなくこの世を去った。そして数千年の時が流れ木は熟した。バルザードが残した魔獣と交信できる場所こそがザードの祭壇なのだ。大空洞と濃密な魔性の海の中か。ユシカが伝えてきた光景そのものだね。バルザードの海の魔獣を呼び出せればオイラたちはそこへ行けるはず。ただ理由はわからないけど、魔獣の精神が何かに囚われていて、祭壇から呼びかけても声が届かないんだ。だからリドのタリスマンを使って海の魔獣の精神を解放できないか試していたんだよ。なるほど。それが成功すればいよいよジャゴヌバの本拠地へ攻め入れるわけだな。だけど生半可な戦力では立ち向かえない。この場に集まっているのはアストルティアと魔界双方の世界を代表する素晴らしい英傑たちだ。今こそ大魔王のもとに結集し、みんなで滅世の邪縁へ乗り込んでほしい。ようやく道筋が見えてきたな。我が大矛で貴様の行く手を阻むあらゆるものを蹴散らしてやろう。ユシカは自分の命を懸け大魔王を守った。今度は僕の番だ。魔界を救うためこの魔力すべてを好きに使ってほしい。魔王ばかりに任せていられません。世界を滅ぼさんとするジャゴヌバを討つため、勇者として盟友と共に全力で戦います。威勢のいいことだ。これは私も負けてられないね。魔界は私にとって縁の深い世界だ。私も大魔王を一味に加えておくれ。闇の根源の秘密暴いてやろうじゃないか。みんなありがとう。準備ができたらザードの祭壇に集まろう。これ無茶をしすぎなのじゃ。
目が覚めたとはいえ傷は相当に深い。おとなしく寝ておれよ。兄ちゃん、もう一つ大事なお願いがあるんだけど、聞いてもらってもいいかな。祭壇で試してみて分かったんだけど、リドのタリスマンは本来の力をまだ取り戻せていないんだ。だからタリスマンを解放する方法を大魔導士リドの霊魂に尋ねてくれるかな。先代の魔戦教もそうしていたから。先代の魔戦教が唱えていたリドの霊魂を呼び覚ます合言葉は、リドよ我が友よ、忘れないでね。合言葉を唱える場所は、魔幻都市ゴーラーと、朽ちた霊廟の最奥にある守護者の間、タリスマンが安置されていた場所だ。オイラたちはそれぞれ準備を進めておく。兄ちゃんもタリスマンを解放できたら、ザードの祭壇まで来てね。Thank you.
やあ、兄ちゃん、ありがとう。タリスマンを解放してきてくれたんだね。早速、オイラに渡してくれる？我こそは魔戦鏡。汝を作りし者たちとの約定に応え、我が前に出でよ、怪魔獣ブルラトス。君を解放してみせる。よかった、正気に戻ったんだね。これまで一体どうしていたの？ブルラトスは先代の魔戦鏡の命令で魔界中の魔性が流れ込むファラザード近海を調査してくれていた。長い間調査は続いたけど、ついにジャゴヌバの本拠地滅星の邪縁にたどり着く秘密の海底洞窟を見つけたんだって。だけどその時にジャゴヌバの暗黒の手に捕まって自我を奪われてしまったらしい。ブルラトスが滅星の邪縁まで連れて行くから自分の背中に乗れって言ってるよ。この巨大なクジラの背中に？水の中で息はできるのかしら？心配しないで、乗ってみればわかるから。準備ができたら祭壇の上に集まって。よっからせっと。弟子の始めたことには師匠のあたしが始末をつけなくちゃならないからね。道中よろしく頼むよ、ブルラトス。あの子のところまで安全運転で運んでおくれ。たとえ闇の底に迷い込もうとも、あなたと共に戦えるなら何も怖くないわ。邪悪なる闇の根源を打ち破り、アストルティアと魔界両方の世界に必ず真の平和を取り戻しましょう。
バレリア様、どうかご分を。万が一の時はバルディスタを頼む。今回ばかりは無事に帰ると約束できん。そう感じるのだ。俺も死を運ぶ氷の魔女と呼ばれた最強の魔王と何度となく視線をくぐり抜けてきましてね。感じるんですよ。何があってもその氷の魔女はきっと俺たちの元に帰ってくるってね。それじゃあ行ってくるよ、リンベリー。見送りに来てくれてありがとう。この際だから言っておくけど、私を散々こき使っておいて帰ってこなかったりしたら許さないんだから。これは命令よ。従わなかったら魔王だろうと真っ黒焦げになるまで火炙りにするわよ。それは勘弁願いたいな。あの日ゼクレスの国民に誓った、母が愛した祖国を生涯をかけて守り導いていくと。僕はもう負けないよ。誰かを救うことを諦めたりしない。もちろん自分のこともね。オイラも滅星の邪縁についていきたいけど、今のありさまじゃ足手まといになる。おとなしく体を治すことに専念するよ。それとこれを渡しておくね。きっと何かの役に立つと思うんだ。世界は闇に飲み込まれようとしている。兄ちゃんたちだけがこの世に残されたたった一つの希望だ。さあ行け、ブルラトス。希望の光を魔界の底へ届けるんだ。全てを託したよ。頑張って、兄ちゃん。魔性の濃度が桁違いだね。これじゃあ一寸先も見えやしないよ。ブルラトスは方角を見失っているようだ。このまま進むのは危険かもしれない。どうするのだ、大魔王。俺の意識をしっかり捉えろ。ひょっとしてまたユシカの声が聞こえているの？
言う通りに泳いでいけば滅星の邪縁にたどり着けるわ。大樹の花こそ我が命の源だが、暗黒の手の攻撃によりかなりの花弁が散ってしまった。奴の元へたどり着く前にこれ以上消耗するわけにはいかぬ。しばし休ませてもらうぞ。そうだ、ここまで来い。俺を追ってこい。
キャッチ。思ったより静かね。だが殺気を感じる。油断するなよ勇者姫。背中は預けるわ魔王バレリア。うん、いいだろう。立ちはだかる敵は我らで蹴散らすぞ。